中京競馬場第1レースは CBC 賞。体勢整い。スタートしました。先行争い。さあ何が行きますか。飛ばしていくのは青い帽子。セインポンセ、レッドアンシェル、ビッグライブリー、湘南アンセン、ラベンダーバレー、アウルアウェイ、アレスバローズ。そして、グランドボリューム、トウソーピスト、ラインスピリット、タマゴブリリアン、コパドディール、メイヒョウケイメイ。そして、シンガリニ、キョウアゼノビア。こういった体制です。本日のドリームレース。私自身も非常に興奮しながら実況しております。さあ各馬ここから差を詰めていきます。残り600のハロンボーを通過しました。先頭はセインポイセイ。後続との差はまだ4馬身。少し離れて2番手にレッドアンシェル、ラインスピリット。差を詰めてきた。そして間からアウルアウェイ。第4コーナーをカーブして各馬直線コースに入ってきました。ビッグライブリー、早くも先頭を捉える勢い。アウルアウェイ追走。残り200。先頭はセインポイセイ。続いてレッドアンシェル、ビッグライブリー、レッドアンシェル。伸びてきたレッドアンシェル。今ゴールイン。勝ったのはレッドアンシェル。2着にはアウルアウェイ。そして3着にセインポンセイ。勝ちタイムは1分7秒5。勝ったのはレッドアンシェル。